全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた地盤の競走馬。最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。ややばらついたスタートです。まずは先行争い。3番、ライゼン、この馬が行きました。4番、RA9、譲りません。その後は13番、ベルティオン。5番、リーガルスパーク、好位をキープ。外を抑えて12番、リーノノベト。各馬第1コーナーをカーブしていきます。7番すごいすごい強い、この辺りが中断内から10番6勝負を浮き、1番人気1番ルージュのタルト、この位置外から8番ユーキロックスター、これから向こう上面に入ります。外を抑えて9番ビータプリキュア、7馬身相手2番リンゴトランキーロ、続きまして11番エンバーラスト、6番スルートリトン後方、冬の小倉競馬場を駆け抜けます。1000m の通過タイムは57秒7、各馬第3コーナーをカーブしていきます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭変わってリーガルスパーク、後ろに13番ベルティオン、4番 RA9 好位につけました。400を切って先頭リーガルスパーク、その後ベルティオン、4コーナーカーブ直線コースに入ります。ここからが勝負どころ、わずかに先頭はリーガルスパーク、残り200を切った、逃げる逃げるリーガルスパーク、ルージュのタルト先頭を追っているが、リンゴトランキーロ、リーガルスパーク逃げ切ってゴールイン。勝ったのはリーガルスパーク、鞍上は横山武史騎手、勝ちタイムは1分42秒1。リーガルスパークブリーダーズカップの栄冠に輝きました。ルージュのタルト、ライゼン、全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた地盤の競走馬。最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートは2頭、赤い熊の息子、サウスガーディアン。まず何がいきますか。10番、リンガンジキ、すっと前につけます。6番、サウスガーディアン、内から追い上げる。1番、アイワナビーヤ、好位をキープ。続きまして、12番、ラチバタポテト。各馬1コーナーを目指します。1番人気8番オブスキュリテ、この位置2番デフールメン、この辺りが中断外を抑えて7番バームロール、9番ホジエダ俊介、これから向こう上面に入ります。外を抑えて11番リルユメスノー、内を抑えて4番赤い熊の息子、6馬身相手3番いけんじゃないの、少し差が開いて13番カールカイオウ、最後方5番ジュノキキン、1000m の通過タイムは57秒7。3コーナーに差し掛かろうとしています。冬の小倉競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは10馬身以上、主導権は10番リンガンジキ、後ろに6番サウスガーディアン、1番アイワナビーヤ好位につけました。残り400を切ってリンガンジキ、その後からサウスガーディアン、4コーナーカーブから直線に向きます。オブスキュリテ並びかけてきた、あと200、変わらず先頭はバームローム、サウスガーディアン、いい足で伸びてきた、サウスガーディアン先頭、サウスガーディアン先頭でゴールイン。勝っったのはサウスガーディアン、鞍上は中谷裕太騎手、勝ちタイムは1分42秒7。サウスガーディアンブリーダーズカップを見事勝利しました。藤枝俊介。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬。最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好ダッシュはエンドレススカイ、ベジール・ディルジング。まずは先行争い。9番、アルバーン、すっと前につけます。4番、ウナンデッポーテ、かわして先頭。その後は5番、アジスキ・タカヒコ。そのうち2番、3回転リモク。外を抑えて6番、ピアシングレイ。各馬第1コーナーをカーブしていきます。10番デスワガー、この辺りが中断。これを見るように内側3番オーシャンナイト、続きまして12番ベジール・ディルジング、2コーナーを抜けて向こう正面。6馬身相手8番アジアカントリー、3馬身相手11番ひまわりタカト、内側7番エンドレススカイ、最後方は1番ディープブライト。各馬冬の小倉競馬場を駆け抜けていきます。1000m の通過タイムは58秒0。各馬第3コーナーをカーブしていきます。先頭から最後方まで10馬身以上。先頭変わってウナンデッポーテ、後ろに6番ヒアシングレイ、5番アジスキタカヒコで好位につけました。残り400を切ってウナンデッポーテ、その後からヒアシングレイ。4コーナーから直線へと抜きます。食い下がるヒアシングレイ、ヒアシングレイ先頭に立った。あと200、ヒアシングレイ差を広げにかかる。ウナンデッポーテ接近してくる。3頭の追い比べ、ヒアシングレイ先頭でゴール。勝ったのはヒアシングレイ、鞍上は古川奈穂騎手。勝ち時計1分43秒6。ヒアシングレイブリーダーズカップを見事勝利しました。2着以下は混戦です。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。15頭ほぼ揃いました。まずは先行争い、5番ホワイトマルス、すっと前に持ち出しました。外から上がるのはヒキンアットマーク、その後は10番レナイムマメタン。各馬第3コーナーをカーブしていきます。内押さえて7番カジガカジガカジガ、1番人気8番バージン、この位置そのうち1番桜の一撃、3番ピクトゥブミナール、真ん中あたりにつけています。600m の通過タイムは33秒0、4コーナーカーブから直線に向きます。2頭が激しく競り合っている。食い下がるレナイブマメタン、ホワイトマルス先頭、レナイブマメタン並びそうだ。4頭ほどが固まった状態、バージン突っ込んでくる。あと200、桜の一撃先頭に並びかける。バージン後続を離していく。大丈夫だバージン、押し切ってゴールイン。勝ったのはバージン、鞍上は角田大和騎手。勝ち時計1分5秒3。バージンブリーダーズカップを制しました。2着ピクトゥブミナール、3着には桜の一撃。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、早くも先頭13番ラーメンラブソング、これに続いて12番ストレットマイシン、9番タイフ後位につけています。各馬第3コーナーをカーブしていきます。1馬身相手5番カンパネラ、それから10番はぐれメタル、続きまして14番ホワイトラマー、4番ジャガテン、その外7番セラビアンフェア。 600m の通過タイムは33秒0、 4コーナー間直線コースに入ります。ラーメンラブソングわずかに先頭か、ここからが勝負どころ。わずかに先頭はラーメンラブソング、追いすがるタイフ。ラーメンラブソング粘っている。 200m を通過した。追い上げるストレットマイシン、ストレットマイシン迫ってくる。ここで先頭が入れ替わる。黄金チャンス、追い上げるストレットマイシン、差し切ってゴールイン。勝ったのはストレットマイシン、鞍上は小林修斗騎手。勝ちタイムは1分5秒2。ストレットマイシンブリーダーズカップの栄冠に輝きました。ラーメンラブソングカンパネラ。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。5番しんがりハラハラ先頭に立ちます。2番寝落ち爆睡王先頭に入れ替わります。10番ヒージージゴリラ好位をキープ。各馬第3コーナーをカーブしていきます。外を抑えて6番アイエムブレイク。1番人気13番派遣の品格、この位置からの競馬。内から7番フォーサイズ、これを見るように内側1番ヒルプリンス。600m の通過タイムは33秒5。4コーナー間直線コースに入ります。ヒージージゴリラわずかに先頭か、食い下がる寝落ち爆睡王。わずかに先頭はヒージージゴリラ、寝落ち爆睡王差を詰める。寝落ち爆睡王先頭に立った。 200m を通過した。寝落ち爆睡王後続を振り切りにかかる。混戦となりました。ああ、追い上げる派遣の品格、差し切ってゴール。勝ったのは派遣の品格。鞍上は海老名正義騎手。勝ち時計1分5秒7。派遣の品格ブリーダーズカップを見事勝利しました。2着寝落ち爆睡王。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートは内ダドルアーバン。まず何がいきますか。2番ダドルアーバン、花を奪いに行きます。3番ボムのダガコとあるかわして先頭。その後は7番ミルキーウェイ、9番サマーポカポカライ好位につけています。内抑えて1番フジノウエスト、5番姫のブッチガン、7馬身相手8番フォーエバー2、4馬身相手4番リータ・ロビンソン、最高峰6番ボコスカウォーズ。冬の小倉競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは10馬身以上。先頭は3番ボムノダガコとある、後ろに7番ミルキーウェイ、9番サマーポカポカライ好位をキープ。内側5番姫のブッチガン、1番フジノウエスト。1000m の通過タイムは59秒9。少し差が開いて2番ダドルアーバン、8馬身相手8番フォーエバー2。各馬第1コーナーをカーブしていきます。4馬身相手4番リータ・ロビンソン、6番ボコスカウォーズ後方。先頭は変わらずボムのダガコとある、後ろに7番ミルキーウェイ。これからバックストレッチに向かいます。9番サマーポカポカライ好位をキープ。内側5番姫のブッチガン、内から1番フジノウエスト。少し差が開いて2番ダドルアーバン、9馬身相手8番フォーエバー2、 4馬身相手4番リータ・ロビンソン。各馬第3コーナーをカーブしていきます。最後方6番ボコスカウォーズ、先頭は依然ボムのダガコとある、後ろに7番ミルキーウェイ、9番サマーポカポカライ好位をキープ。1番フジノウエスト、この辺りが中断。外を抑えて5番姫のブッチガン、400を切って先頭ボムのダガコとある、そしてミルキーウェイ。4コーナー間直線コースに入ります。ニムキンウェイぐんぐん差を詰める。 200m を通過した。先頭が変わった。ラドルアーナ頑張っている。先頭はラドルアーナ。ラドルアーナ堂々とゴールイン。勝ったのはラドルアーナ。鞍上は川田優雅騎手。勝ち時計2分34秒4。ラドルアーナブリーダーズカップを見事勝利しました。2着リータ・ロビンソン。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬。最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートはマスターサトローク、スキカステート。まずは先行争い。1番、エスペラント、ペースを作ります。2番手、4番、センシライアン。6番、スキカステート、2番手に変わります。外を抑えて、7番、モイシータルト。これを見るように内側、2番、ホジステル。続きまして8番オトンオールバック、1番人気5番ホールドケース、この位置7馬身相手3番マスターサトローク、最高峰9番エレグレコ。各馬冬の小倉競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上。先頭は4番センシライアン、後ろに6番スキカステート、1番エスペラント、好位をキープ、外を抑えて7番モイシータルト。1000m の通過タイムは1分0秒2。続きまして8番ボトンオールバック、内から2番ポジステル。各馬1コーナーに入っていきます。1番人気5番ホールドケース、この位置6馬身相手3番マスターサトローク、9番ベレグレコ、やや離れて最後方。先頭は変わらずセンシライアン、これから向こう上面に入ります。後ろに6番スキカステート、1番エスペラント、好位をキープ、後ろに8番オトンオールバック、7番モイシータルト、内から2番ホジステル、1番人気5番ホールドケース、この位置5馬身相手3番マスターサトローク。各馬第3コーナーをカーブしていきます。遅れて最後方9番ベレグレコ、先頭は変わらずセンシライアン、差がなく6番スキカステート、1番エスペラント、好位につけました。8番オトンオールバック、この辺りが中断。残り400を切ってセンシライアン、その後からスキカステート。4コーナーカーブから直線に向きます。エスペラントかわして先頭ホールドケース、まだか。変わらず先頭はエスペラント、2番手はスキカステート、そしてセンシライアン、マスターサトローク。差を詰めるエスペラント、圧勝ゴールイン。勝ったのはエスペラント。鞍上は太宰圭介騎手。勝ち時計2分34秒5。エスペラントブリーダーズカップを見事勝利しました。2着マスターサトローク。